お疲れちゃんスラッドです。今日スラこちら限界トップウィザードとやっていきます。新シリーズになってね、登場しましたね。ついにウィザードが進化しましたよというわけで、軽くね、性能3つほどね、特徴を紹介していくんですけど、まあ、1つ目はサイクル1で再なので結構早い、2回に1回進化ですね。で、かつシールド、炎のシールドを持ってます。まあ、これは縦線とか、まあ、新鋭隊の盾よりも HP が硬いんで基本的に溶けない、基本的に溶けない。まあ、ライトニングとかでは壊せるんですけど、ヤナアメとかローリングッドでは壊せないよっていう盾ですね。はい、結構硬いです。で、この盾が壊れた時に結構周囲にダメージも与えます。で、ゴブリンとかガゴとかはね、はい、こんな感じでワンパンするぐらいの火力があります。そしてノックバックね、はい、破壊時にノックバックもありますよっていうので、まあ、ウィザードでなんだろうな、まあ、最悪1回ぐらいは近距離ユニットを受けれる、それこそスパーキーとかも一発ね、受けようと思えば受けれるっていう性能にはなりましたね。さあ、ちょっとね、どんなものかね、早速やっていきます。で、2回に1回必要ねっていう話なんですよね。まあ、でもあと一つ注意事項としては HP 強化がないですね。なので、まあ、今まで通り、まあ普通にそんな体力が高いわけではないが、まあシールドがあるから高く感じるかもね。よいしょ、いっちゃったな普通のウィザードです、これはね。ただただ今まで通りの、そんな大したことないウィザードではあるが、お、頑張れ。さあ来ました、シールドウィザードね。まあダガーで全回収もできるか。なんか見た目ね、闇属性になっちゃったなお前今まで完全炎だったのに闇属性魔法使いキャラみたいな見た目してるやん。ちょっとかっこええな。さあ、ってことで、おー、ラバーへの防衛強そう。しかも廃墓では一応解けると思うんですけど、盾廃墓撃たれて盾が解けるとかなんで、この、え、この低めウィザードさ、エグ強くない？そんなことないかな。どうやって倒すの相手ってならん？触れないで、触れないで、触れないで、触れさせないよ。ボンバーに行っていいよ。ウィザード延命しすぎか、これ進化ライト持ってねえか。やめて、焦げないで、焦げんな、強い。さあ、まあ火力とかも今まで通りなんで、まあこの辺はなんかまだ特に際立ってはないな。なんかおもれえなこれ、ウィザード。雪玉とかも盾を持ってる。で、これで今周囲へのダメージがあったって感じですね。かつノックバックか。あー、なんかむずいなそんな、しっかりウィザードで一回近距離受けてもいいな。スケドラとかインドラとか受けちゃっていい。てか、なんなら受けれるのが強いんだから、延命しないでいいかもな。爆破してから頑張って延命みたいな。よいしょ。ただもうこれウィザードで全回収できそう。なんだ、テスラもある。で、これ呪文今打たれてもみたいな。これでつけ、ウィザードがやられた方がいい、こんな感じで。そう、やられたっていうのか。ノックバックがあるんだね、爆破の。あー、んうん、これただのウィザードっすね。まあ、2回に1回なのがちょっといいなぐらいだな。なんかそんな特に特に今はね、相手がラボだからかな。近距離でなんかさ、ミニペッカとかそういうユニットが来た方が嫌な気もする。よし、進化スケ解けた。普通にナイトで勝てそうあ、こういうの、このババを、これこれこれ、全然か。まあ、盾も延命できるなら延命しとくか。いや、なんか盾なんか今活躍できてねえだけだと思うんだよな。よいしょ。なんかウィザードマジ無限だなウィザード無限すぎるんだけど、2回に1回でもちょっとこの高回転さあ、周囲へのダメージがありますよと。いや、なんか盾の利用むずくね、そんなうまいこと使えない。ただラバにウィザードが強くて勝つ試合になりそうな
感じですか。よいしょ。とても小さいと。でもこういうのをこのウィザードとかに単品ミニペッカとかバルキリーとかが今までほど強くないっていう感じよね。多分対戦相手がラバだからなんかまあたまたま刺さってはいたけど進化の良さが出てなかったな。よろしく。近距離系が来た方がウィザードのノックバック生きる気がする。やだね。テスラがないね。まあウッドでもよかったが。ホグクエイクね。でバランス調整はね、来てないってか明日が来ますね。7日に来るので進化カードはまだ大きな調整は来てないんですけど、まあまた環境も大きく変わると祈ってね。これはね先行させた方がいいね。ホグライダーを。ういいいね。ウィザードで逆サイ潜ってもまあ、え出た新呪文ボイドです。これが俺まだ買ってないんですけど3回上から落ちてきて火力は単体絵は火力超高いんですよ。さっきみたいなけど複数ユニットになればなるほど火力が落ちちゃうんですよね。超弱いなんならっていう、なんかまあ単体絵は最強っていうちょっとおもろい呪文です。近畿できる。行くか。このウィザードにね魂を乗せて。あこれスケがいるからちょっと威力下がったんですよ。いやでもこの呪文に弱えなウィザード。まあ飛来神みたいなできるっていうイメージですね。言っちゃえば今のも他のユニットいれば多分ウィザードは生きてたんですよ。単品でいっちゃうと弱いねっていうイメージ。まさかのボイド。こんにちは。使ってみたいんだよな。簡単に飛来神されちゃうからな。正直弱そうなイメージある。ホグとかの防衛も簡単じゃない。豚単品できたら守れちゃうみたいな話よね。ウィザード出すか。いらねえが。進化ウィザードをやってみたい。いやこれあこれ強えな。強えのか。まあ強えか。え？お？おなるほどね。施設への破壊にも使えると。ウィザード界なんだけどボーイド界になっちゃいそう。いやこれなんか熱くね。いっぱいいるぞ進化が。いやーちょでもよえこうなったらさなんか終わりそうじゃない。相手がボイド寝てた。さあで普通のウィザードがさあ入っていく。いウィザード微妙か。じゃまだ2回まだ2回目早すぎるね。こいつを判断するには材料が足りないか。今の進化ナイトが壊れてただけっすね。2回に1回だもんな。もう初手ウィザード切ってよくない。初手ウィザード増えんのかわかんないけど。おバレル美味しいの。だが強っ、まあ、暇なんでナイトつけとくか。こいつも進化たまるんでね。おボン出してあげればよかったが、まあまあいいでしょう。ウッドがあります。そして進化ウィザードあります。いや新兵隊の受けとかも強いな。真ん中で両サイ寄せながらの正直さウィザードがやられそうなところは爆破でノックバックもあるんで、なんか使い方慣れたら壊れそう。クラロワってノックバックあるキャラ危ねえんすよ。ノックバックキャラなんか壊れるイメージがあるんですよね。なんだろう文句とか今まで、まあボーラーフェニックスとかそれこそデリバリーですね。呪文のあれも昔ノックバックあってさすがに強すぎて下方受けたっすけど、やめて。いやータイミング今のも合ってればな。普通にギャングを多分ぶっ飛ばせたんですよね。まあこれは今まで通りのウィザード。
キンキしたい。ボンバーは立ってるだけでいい、何もしなくていい。リザードな、5個そのシンカーが、まあババくらいの感覚ね。でもウィザード多かったらちょっとめんどくない？なんかウィザードってさ、呪文がねえと地味に守りにくいキャラみたいな。さあ次の、まあ、進化ウィザードでいくわ俺は。こんにちは。進化ナイト進化ウィザードなんか流行りそうだな。すげえ強そう。やべえ。あ、これこれ、俺が言ってたやつさっき。これで、まあ、俺らが強要でもいいか。ユニット近づいてきても、跳ね返して、え、これやばくね？今の。衝撃映像。これ撃って。これができんのは強いな。だから、なんだろう。ランバーバルーンとか、ぶっ飛ばせるかもな。あ、姉妹来ても。進化ウィザードだけで。なんか無限の可能性はありそう。なんか。その状況を作るのが難しいですけど。この爆破を狙ってできればさ、陸受けも温存できるし、カウンターにもつなげやすいし。いや、まあ今触ってる感じ、正直微妙。微妙ですけど、伸びしろの塊というか、うまいこといくならば、一番壊れてもおかしくない性能の気がするな。2回に1回なのがやっぱね、使いやすい。初手ウィザードからの次のウィザードができるのがね、正直マジずるい。まあ、5コスなんで、まあ、だいぶリスキーっちゃリスキーか。まあ、けどみたいな。今日はホグデーだ。こんにちは。いや、うまいね、防衛。緊急したいです。ロケコ、ボンバーに行って。いやー。まあまあ。さあ、進化ウィザードね。いや、だから、ジャイ系とかよ。そっちよ、本当に、ジャイとか。なんだろう。ゴレとかなのか。そっちに強いイメージがあるの。まあ、今まで通り、空にはもう強いとして。陸で来る系にすげえ、ものすげえね。活躍できそうだけど、ホグには難しいな。で、音楽は今まで以上に一番いいか。いや、これ、いや、進化ウィザードだったら、いや、進化ウィザードか。じゃあ、ホグがよくねえんだよ、これ。多分。噛み合いか？まあ、安定感は薄いかもね。でも何かいいデッキには入ってきそうな。悪くはないと思うんだよ。まあ、進化してる時点でも悪くないんですけど。変名だ。まあ、進化ウィザードの時にやっぱマイティをぶっ飛ばしたいよな。さあ、ホグ。ここですね。出た、進化ナイトウィザード。最強説を俺は唱えたい。いきます。ここでもしロケットとか撃ってくれたらもう、まあ、撃つやついねえか。普通に。なんだこれ。ふふ。待って、やべえ。ウィザード短期やばい。短期のウィザードやばいな。弱っ。嘘やん。ウィザード。あれついつい心の声が。いや、わかんねえよ、俺の戦い方がね。悪いパターンもある。いや、ちょっと強そう、これ。進化ナイトが強えな。明らかに進化ナイトが頑張ってんだよな。こういうの爆破でさ、なんか狙うのが無人だよ。
あー強えそれ。ちょっと怖いね。よし、よくやった。一旦進化を回すか。私はめっちゃ来そうやん。ポイズン打っちゃおう。テスラさえあればホグ止まるな。まあ、なくたって止まるか。隙を引きたいが。来ました、進化ウィザード様。あなたに従います。よし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 、来た。ここや、これよね。このウィザードを溶かすのも大変ですよと。マイティとか横に来てもね、ノックばっかあるから。何も来ない。相手のさ、ウィザードの対応慣れすぎてね。いや、まあ、あとはドリルポイズンよ正直。ウィザード。おい、ほい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 。まあまあって感じだね。いや、ホグには刺さらないだけであってほしい。どうなんだろうな、なんか微妙すぎる微妙すぎないかこいつ。いや、相手を選ぶだけであって、これで実際ものすごい強いですこいつはみたいな話だったらなんか恥ずかしい。ウィザードを微妙って言ってるのラットだけだったってなったらやめてくれ。そんなことやめてくれ。エリゴレ嘘って言ってくれ。いや、エリゴレにはもう進化しようがしまいが強えぞ正直プリンセスターの時点でもうレアだもん。よし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 、これドリルめっちゃ入ります。タワー落ちるぐらい。いや、強いねドリルが。ウィザードのなんか見せ場を全て他のキャラが持っていってるんだ。さあ来ました。おーい、これがさ、おもろいのよ。こういうスパーキーとかね、こういうの待ってた。いやー、まあこれなんかもったいないか仕方ないか。まあでもやっぱ進化してると、このめっちゃ裏にいるウィザードの処理ができないから、普通に相手にいたら超嫌だけどな。だってどうやって対応すんってならん、これ。しばけねえやんってなるもんな、これ。このウィザード攻めで刺さるかっていうのがむずいな。だから防衛だったら相手突破できねえ正直。いい、これ吹き飛ばすよ。しかもおもろいのが、おい、吹き飛ばしてはいたか。465は落ちます。サード、なんかここまでパッとしねえとあれだな触れることなくなっちゃうないや、これ相手ライトニング用で、こういう相手ライトニングってこれ突破できないもん。だから防衛最強だ、もうテスラです。はい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 、これウィザードいます。いや、攻めでやっぱ刺すのがねちょっとむずいぐらいだね。やっぱ最近の壊れカードは進化ボンバーとかね、特に進化工場はインパクトが強すぎた、ありすぎた。攻めで一発もう持っていっちゃうとかさ、あるあるだったやん。
多分それがウィザードにはねない。だから物足りない枠ね。なんか一発逆転ロマンが欲しいよっていう部分では欠けてはいる。まあ、だがしかし防衛部分とか総合の安定感を考えたら悪くないんじゃねえかと思っております。さあ行ってらっしゃい。え、クラスター強、ボンバー優秀、ブラスターな、ブラスターも久々見たな。最近ダガーガルしかいなかったからな。さあ進化ウィザード、いやマジ防衛最強じゃないこれ。ライトニングのもう居場所なくなっちまうよな。ポイズンとかでもね、まあ盾は剥がれるけど、盾が剥がれるけどウィザードは残るからね。え、盾は剥がれた、盾が剥がれたらよくねえのか。まあ盾が剥がれただけか。エリポンゴレ、え、あ、ウィザード、うわウィザードなんか強くなかったよ、ね、おい、いいね、緊急します。いや防衛強いと思うんだよな。エリゴレ、だって相手に進化ウィザードいたらさ、耐え突破できないもんね。こんにちは。これ守れるかって話なんですよ皆さん。ヒーラーなんか溶けそうだ全然溶けそう。ポイズン貼って、これ多分近めに出すのいいと思うんだよ。これこういうことあえてね。いや遠距離に出した方が良かったか相手近距離に出したけど遠距離の方が良かったかな。遠距離で良かったかあえて近距離でノックバックを利用としたが意味なかった。さあ下げて、わあむずい。ウィザード今までのキャラがやっぱ簡単だったか。ボンバーとか特に進化ザップもまあ使いやすかったし、進化のナイトも気づいたら硬かったけど、なんかウィザードは使い方重要な気がすんだよ。勝手に暴れてくんねえよな。暴れてくんねえなんかな。デッキが悪いかな。俺これドリルだからさ、なんかウィザードの輝く感じになんないみたいな。もっとジャイプラスウィザードとかそっちだったら、まあ、バケルとかも、まあ、全然あると思うんですよね。デッキタルババ1円っすけど、これ可能性はあるか。1円っすけどよ。どうなんだろうウィザード。さあポイ打たれます。まあ進化ないと貯めたいな私。進化ボンボンないもんね。いやでもウィザードちょっとうざそうだけど。いや来た、え、相手もや、え、そういうのめっちゃ強そう。遅延スケラのさアイスウィザードの枠がウィザードってマジ強そうじゃないって思っちゃったんだけど。あとスケラの防衛とかこれやばいっすよ。ウィザードがやられたらですけど、やられないわこいつ強え。ウィザードがやられた方が良かったんですよねやられない、やられなきゃシールドがここか。タルババとかで対応、これ強え、待って、え、これやばくない。しかも火力も今まで通り高い。いや対応、相手さウィザードの処理
できないもんな、あれだってナイトタルババとかで今まではできていたが、シールドがあるとこれよ。来た、やっと出会えた。ウィザードが輝く瞬間、ああいうシーンになれば強いよね。でこういうのも本当シールドあったらね最強だよ。いやーシールド持ちウィザードね、泣いてるとなんか嫌だな。さよなら。よしよし、敵陣でシールド剥がせたら楽ちんだな。てか死んでないと次よ、お前のなんか活躍になってるよ。おい死んでないとやん結局。いやでもさっきのは輝いてはいた。やっぱなんか他のユニットと一緒に行ってウィザードに対応するところをねぶっ飛ばして強えな。いやウィザード、いや可能性はね全然あると思うんですよね。この感じ、あのシーンだけ切り抜くとどう考えてももう相手のね守りパターンがなかったもん。遠目に出したら出したらウィザードにただ焼かれるし、近距離に出したら出したら結局まあノックバックするしね、その後で倒せないんで、まあ結局強いのはポイズンとかになっちゃうよな。盾を剥がしながらダメージも与えられるんで、結局ポイズンか。クロスとかアーチャーボーリーだ。まあドリル飛ばして様子見しますか。進化アーチャーボーラーとかにも進化ウィザードあれか弱えな。まあ火力はあるが、ガゴ先行でけえ。いやこれ止まんねえのか。進化ウィザードはれー、やべ、これはねジャイスケルトンラッシュかな。いやこのウィザードよ、まあ、ボーラーだけねきつい。なんかもったいないか、これもったいないか。いやもったいないよな、攻めはマジで弱いね。いやほらこれよ、進化使い物になんないや。使い物になんないぐらい弱いや。まあそれは言い過ぎとして、絶対生まれます、ウィザード壊れ何かが。ジャイとかかな結局。ノックバックでちょっと入りそう。うい、まあ単純に今回相手がヤユキヤザップだからウィザードが頑張れる。ちょっと進化ないと、いやあれポイズン打ったら終わります。打てません、ミスってんなそれ。いや右も無視できる。進化アーチャーだけ勘弁してください、本当に進化アーチャーだけマジで勘弁してください。どうこのウィザード、今まで通りね。さあ進化ザップやな、メモ耐えれます。あーこれいいな、これ打っちゃう。うわーアーチャーの位置良すぎる、単純にウィザードが強い。まあ悪くねえな。もっと雑なデッキの方が強そう。こんなドリルでチマチマするようなカードじゃねえな、ウィザードは。いやこれジャイさあタワーに行くからさ、ウィザード入りそう。やばい、おいポイズン圏内です。チキン、ウィザード
なんか絶妙だな。弱い感じはしねんだけど弱い感じはしねんだけど、最強にもなれない、なれない、なる試合もあるだろうが、なんない試合もあるだろうって感じだな。まあナイト出し合って、ホグや、ホグ多いな。ウィザード様、お、まさかのガゴ、ロイホグない、やべえ、テスラ高すぎた。いや、ロイホグ、ウィザードめっちゃ強いじゃん。ただ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 ノーマルウィザードでもいい。まあ進化バルキリーと組み合わせても面白そうだけどな進化バルキリーで無理やり引っ張って集めて、ウィザードダメージ受けさせて、ノックバック鬼ダメージ。まあ無理にシールドを生かそうとしなくてもいいか。今まで通り普通のウィザードで行ってもらって、たまたまウィザードがなんかピンチな時にノックバックで頑張ってくれるぐらいの、そんぐらいでいいかもね。うん、きつい。え、待って、テスラ持って延命すれば普通に楽だったか。強すぎたテスラが。なんか来たー。君は進化ないと。やべ。マジでキング起動したい、これ。いや、これか？やば、早い！盾使っちゃうの早い！これをうまいことコントロールできるといいんだな。面倒見てあげねえといけないな、ウィザード。いや強い、いや普通に他が強くて勝ってるか、これ。さあ1回目で進化を貯めて、ウィザード抜けるんじゃね、優秀。いや進化ウィザードきました。これよ、ここをいかにうまいこと戦えるか。まあ、たまたま爆破が生きたらラッキーぐらいの。無理に狙うのが良くない。狙ったって成功しねえわ。はいはい、まあ普通のウィザードよ、もうこうなりゃ本当に普通のウィザードになっちゃうんよ。狙うとき相手の豚とんねんしな。まあ相手がやらめ、ちょっとライトニング系には強くなったな。ウィザードいらねえもんな。ごめんけどこのデッキだったらリトプリでいいか。お、いやこれウィザードウッドがね超強いですよ実は。範囲攻撃マシマシでね、普通で強いか君進化しなくてもいいやん。気づいちゃったけど君進化いらないね。まあ冷静にウィザードにがね近距離撃たれる、ぶん殴られてるってことはもう負けそうな時だもん。そんな時ないもん。ナイス。さあというわけで進化ウィザードねちょっと使ってみたんですけど、まあなんかこんなシーンがねあれば強いかもしれないんですけど、そうそうないな、そうそうないなと思いましたけど、まあ可能性はものすごいあるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ皆さんのね意見もコメントでお待ちしております。よければウィザードね作ってみてください。ではお寿司したまたね。